マックス・フォン・シリングス、マックス・フォン・シリングスは、ドイツの作曲家、指揮者。1919年から1925年まで、ベルリン国立歌劇場の首席指揮者を務めた。ビルヘルムフルト・ベングラーの師としても知られている。オペラ、モナリザは2番目の夫人のソプラノ歌手、バーバラ・ケンプが、メトロポリタン歌劇場で、タイトルロールを歌ったほどの世界的な成功を収めた。 シリングスは、デューレンで、写真家のカール・ゲオルク・シリングスの息子として生まれた。彼は、ボンで、ピアノ、バイオリン、音楽理論を一般的な教育の合間に、カスパー・ヨーゼフ・ブランバッハ、オット・フォン・ケイ・ニヒス・レーフに支持した。後に、ミュンヘン大学で、法学、哲学、美術史、文学を学んでいる。1892年10月1日。 いとこのカロリーネ・ヨゼファ・パイルと結婚する。1903年ハイデンベルク大学から哲学の名誉博士号を授与されている。またこれにより、ビュルテンベルク王国の勲章を授与され、貴族に列されて、フォン・シリングスを名乗っている。シリングスは反ユダヤ主義者として知られており、1933年のナチス政権誕生を歓迎した。そして、 第三帝国の帝国音楽院総裁に就任直後の6月24日に休止した。ナチスとの関係のため、第二次世界大戦後に彼の作品の演奏はタブーと化した。ようやく近年になってオペラや還元楽曲の演奏、録音が行われるようになった。その他歌曲など、ありがとうございます。